それでは続きやっていきましょう。8番乗り場ですということで、まあ、前回はちょっと惜しくも、クリアできなかったんですが、今回こそ、クリア目指してやっていきましょう。で、まあ、やっぱ前回はちょっと実況用に、なんだろうな、大きな声ちょっと出しすぎてしまったんですけれども、今回はもう普通にやっていきたいなって感じですね。何あのこうなんか等身ちょっとおかしくねえか、あれ4等身5等身ぐらいしかなくない？なんかすごい嘘みたいなクソコラみたいな感じになってっけど、クソコラって今言うのかな、進んでいいのかな。おっさんよりも、だっておっさんより遠くにいるはずなのに、おっさんとほぼほぼ同じぐらいの顔の大きさだよ今。怖、大丈夫、デラ怖えんだけど、あの子何でもまばたきしてねえの、おかしくない？てかなんかちょっと薄くない？そんなことない、嘘みたいな、探して Find me、 探して、かくれんぼしてるってこと？めっちゃ嫌なんだけど、これってことは開かないってこと、開かないってことね、開かねえわ。探すのか、これ絶対窓の外とか、あれか、おっさんのさ、おっさんのスマホの中にいねえか、これ見えねえな、おっさん、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あれそうじゃない、ちょっと待ってね、おっさんのスマホの中にはいないな、めっちゃ近えなおっさんめっちゃ近えな、あ、そう、あそこにいるような気がする、うわ、なんでそこにいるん、めっちゃ危ねえし、え、これ俺見つけたけどどうすればいいの、近づく、え、デーラ見てんだけど、あ、消えた、なんだろう、霊的な存在なのかな、まあまあまあ、でもそんなに叫ばずに行けましたね。はい、でとりあえず一ヶ崎と、 OK、 これさ多分さもう異変パッパッパッと起きるから普通に行っちゃっていいんじゃないかな、パッ、なんかめ、何どうしたすげえ勢いでカメラ構えてきたんだけど、デーラ真剣な目で俺のことを見ている、ちょっと失礼します、地形んだってもうピンとボケちゃってんじゃねえかよマジか、あ、そう、しかも何もねえんだ、これだけ、これだけだな、急に立って追っかけてこねえよね、俺の追っかけとかそういうわけじゃなさそうだな、 OK、 いいです、じゃあいいです、はい、何も起きない、このままスーッと何も問題なく行けたらそれはそれで OK、 良さそうだね、 OK です、はいはい、で、あれ何も起きなくなっちゃった、2のつか、この電光掲示板はちゃんとよく見ていこうか、なんか、なんか書いてあるかもしんないから、何にもなさそう、あれ、ああこいつ、こいつ食らったんだよな、何だったっけ、向こう開けたらもう目の前にいたんだよ、目を離すな、目を離すな、こいつからデラ怖えんだけど、なんか、なんか言ってるな、ビル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 言ってるなんかビル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 言ってる、これ石膏的な感じの作品なのかな、目を離すな、目を離すとどうなの、でもさ、これさ目を離さないと扉開けれなくない、開けれる、ちょっと待ってよ、これで、無理だ、開けれねえ、パッと振り向いて、パッと振り向く、パッと振り向いて、パッ、ちょっとこっち見てる、パッパッ、は近づいてるな、パッパッ、ああ来てる、パッ、あー怖っ、あ、いない、よし、クリアできました、やっぱここちゃんと見た方がいいな、ここちゃんと見てればなんとかなりそう、今回こそクリアを目指していきたい、とりあえずここは何もなさそうだね、 OK、 はい、なに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 、また水攻め、また水攻め、これ絶対入ってきた方がいい、危ね、
なんであのおっさん全然動じない。4いいよ、順調。4って多分俺的に最高じゃない4多分俺史上一番最高だと思う。これ以上はない。なんか開いたな。おーっと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 、なんか本当に嘘みたいな手が出てきた。そして爪が汚ねえなこいつ。なんかちょっと黒いんだけどこれだけ、これ捕まったらダメ的な感じ。あ、今度向こう側出てきた。なるべくこいつに捕まらないようにこうやっていくってこと。いなくなった。後ろ、あ、そうだ。あーあー、めっちゃ探してるな。うん、何もない、これ何もないね。 OK。 えっ、開いたよ。これは異変だよね。絶対なんか出てくんだよな。行っちゃダメだよね。そのまま素直に行ったらダメだと。こういう時こそ見る。何も書いてない何も書いてねえな。どうすればいい、これは。誰かいる？いや誰もいないと思うけど、でも絶対異変だと思う。パッパッ、そういうことでもない。ちょっと待ってよ、目を離さずちょっと一旦後ろ下がって、両サイドの掲示板を見て、電光掲示板を見て、変なことは書いてない。こっち側、こっちも、ああ特に何も書いてねえな。なんかしなきゃいけないのか、何かをしなきゃいけない。ただ多分そのまままっすぐ行ってもダメだと思う。怖え。一旦座る一旦座ってみる。あれ、ん、あれ閉まった。あ、普通に行けた何だったんだ、もう無限だったな。次無限6、いいぞ、すげえ順調。このままクリアできるんじゃないかな。とりあえず異変なさそうな感じはしてるね。そのまま行きます。はいはい、怖え。無下だね、無下で何もなさそう。あれ何もねえ。ああれはなんだっけ、異変を探せ的な感じのやつだったんだっけ。異変発生中で、異変が消えるまで次の車両には進まないでください。おっ、目があった。そしてこれで進める。次7だよ、もう。これなんていうの、七綿、縄田、縄田か、縄田っていうんだ。パッと見は何もない、パッと見は何もない。でもパッと見何もないっていうのが一番困る。怖えよ。縄田、まだ縄田、縄田のままです。あれやばい、抜け出せなくなった。どうしよう。あれもう異変そんなないのかな、もしかしてネタ切れか。あ、開かねえなこれ。あー、おっさんあそこにいるパターンか。おそらくおっさん開けてこっちか来るまで若干ラグあるから、おっさんに捕まるより先にこっちかに逃げろって、そういうことだと思うんだよ。開いた瞬間にパッと振り向いて逃げる、パッと振り向いて逃げる。いきます。はい、パッ、よしよしよし、あ、来た来た来た、危ない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 、よし。え、なに、あ、なに、怖っ。え、危なこれ当たったらおしまいだな。何かがバーッと来て当たったらおしまいだけど、これだけか。なんか手が襲ってくるとかそういうわけでもない。あの女の子が来るとかそういうわけでもない。大丈夫そうだね。いきますよ、さっとさっと。 OK、
光に包まれて、あ、これでクリアかな。あ、8番ついたんじゃねえか、これちょっと怖えな。あれ、これでクリアかな。え、でもこの先がないんだよな。おっさんは降りねえのかな。おっさん近えな、めっちゃ近えな。すげえ迷惑な客だよなこれこんだけ空いてんのにめっちゃ密着してる。なんかなんならこうやってちょっと肩に頭乗っけておっさんの肩で寝れそうな、そんな感じもしている。こっち側はいけない？言ってまだそっち側におっさん続いてんだけど。開かねえな。そういうことではねえのかも。じゃあこれクリアでいいのかな。いきますよ、いきます。8番これで、あ、終わりました。今回はストレートクリアですね。はい、ありがとうございます。ということで、あ、この辺やっぱりあれだな、広告の人たちの名前書いてあるから実際にある広告かなんかなんですね。にしても8番出口と比べてもそうですし、非常にクオリティが上がってましたね。この引き返さなくてもいいんだっていうね、謎解き要素も加わって、おう、あ、残り8、謎解き要素も加わって、なんかよりそのゲーム性が増したというか、なんというか、うん、引き返す必要ってないんだなっていう、あれなんだ、改めてなんか気づかされた感っていうのがあるわ。これででも残り8か、8だからこれも言ってなんか異変あったとて慌てて逃げるとかそういうことしなくても大丈夫そうだよね。捕まっても大丈夫だよね。異変よくよく見てもいずれクリアできるような、うん、そうだと思った。行こう。クリアできるって分かってしまえばもうこっちのもんですよ。あ、助けてください、助けてくださいっつってる。これ、あ、開けるなって書いてある。これはまあ言って誰か、クリアしたやつなんでもう試さなくていいでしょ。開けてください、座って見て、助けてくださいどうなんだろう、おっさんが助けに行くのかな。おい、そういうわけでも誰かいませんか。ない。あれ、これ一生このままか、なんかすんのかな。あ、終わったな。何だったんだあいつ、なんでこの隙間にいたせめてこのなんか両サイドからさ顔を覗かしてさ、おーいっつってもう少し人間らしさっていうのをアピールしてくれればなんかあったと思うの、他にも。そういうあれではねえんだ。とりあえずは異変なさそうで、あと異変7、これ今回の動画でいけそうだね、残りの異変もね。はい、もうさっさっさっとさっさっさっといき、うう、めっちゃ揺れてるが、これはなんかしなくちゃいけないのかな、言うてって感じかな。これさ実際さ、俺あんまり電車って乗らねえからわかんねえんだけど、電車って実際はこんだけ揺れてるもんなんかな、この手すりって。大体なんか電車ってそういう満員電車のイメージがあるから、みんなここに捕まってるじゃん、だからあんまり揺れてねえけれども、人が普段あんまり乗ってない時っていうのは実際はこんだけ揺れてるもんなんじゃねえのか。だから揺れてない状態の方が実際は異変起きてるとかそういうなんか哲学的な、そういう話でもね何も起きないね。これもこれはそういう異変なんだ。ああ、止まっている。これまた異変なさそうな感じですね。はいはい、異変は6のまま。何にも異変起きないっていうのも困りもんだけどな。はいはい、あれ本当に何も起きなくなっちゃった何にも起きなくなっちゃったぞ。いいのかこれ。これはこれで今のところ全部ここら辺カットになっちゃったけど
おそらく全部カットしてるけど、もう言うて俺もそんなに喋ることってないんだよ。あ、これまた異変見つけろパターンだ。はいはいはい、異変を見つけましょうと。何があったっけ、あのポスターとかがあったんだよな。この辺のポスターがヤジエモンじゃなくてヤザエモンになってるとか、そういうわけでもない、そういうわけでもない。あ、目が黒くないこいつ。お、口。あ、そうだよな、こういうなんか可愛らしいイラストだと思って。あのさ、目が真っ黒ってすげえ怖くない？目が真っ黒でしかもなんだ、口ガパって開いてるやつあったじゃん、なんかそういう本当にあった怖い呪いのビデオみたいなさ、そんな感じのやつで、子供が、子供の目がなんか真っ黒で口ガパって開いてるような感じの DVD だかビデオだかなんだかなかったっけ、なんかあんな感じだわ、あの怖さがある。これはまた異変なしパターンだ。あと5、まだあと5もあるのにこんなに異変起きなくて大丈夫っていうぐらい起きないんだけど、なんかすげえ固まったな。固まってまたあれだ、異変探せシリーズ。はい、異変を探します。なんでこいつ首終わりかな。ポスターじゃないパターンっていうのもあるんですね、うん、まあまあまあ、でももうあの首なしはおじさんでいっぺん見てるから、まあ、そういうのはまあ大丈夫かな、うん、だしあのもし失敗したとしてももういっぺんクリアしてるから大丈夫っていうのもある。これはなんだ、カーブに差し掛かってんのかな。カーブに差し掛かってなんか遠心力か何かで動いてんのか、あるいはなんかすげえ、なんか扉の向こう側になんかいるっていうか、なんかもやついてる感っていうのがあるんだけど、これはなんだ、どうすればいいんだ、何も書いてねえな。多分開けに行くのはダメだよね、開けに行くのはダメだと。なんかボワーンっていうのがもやーんっていうのがあるな。とりあえず座るか、とりあえず座ろう、とりあえず座って見ておく。あれ動かんくなったな、動かんくなったね。これ座るっていうのがトリガーなのかな。いっぺん試してみればよかったな。うどー、浮こうとしているのか、これは銀河鉄道。あ、ちょ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 、待って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 、完全に今横に立ってる、側面に立ってる、飛びそうなんだけど。汽車は闇を抜けて光の海へ、ちょっと待って、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い、これどうなってんの。あーっと、死にはしない。これあれか、なるべく兵隊になってる時に向こうに行ってとっとと向こうの車両に行きましょうみたいな、そんな感じだね。これで行きます、これで行きます。異変にあと2つ、あと2つです。このまま怖いのが起きなければそれはそれでいい、それがいい、むしろそうであれ、そうであれ、だけど何も起きないのもまた違う、それはそれでまた問題が発生するから異変は起きてほしいんだけど。何、あー、こいつか。どの辺まで来る、次そこね、もう一発近づいたらバッていくわ、ここでいく、抜ける、 OK、 よし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 、 OK、 あと一ついいですよ。最後のやつは多分見たことないやつだよな、何かあんまり怖くないやつ、あんまり怖くないやつで、わあ面白かったっつって普通に終われるやつでお願いします。おじさん系って今回そんなにねえよな。首がねえパターンとカメラ構えられるパターンとそんだけだよな。ああ、あと追いかけられるパターンか。
何これは何、みんな同じだ、みんな良くてみんないいみたいな、振り向いても別に何もなんないけど、どういうあれ、何これ、どうすればいいの、どうすれば正解、急に満員電車、俺は釣り革に捕まるとか、そういうわけでもない、誰かが追いかけてくるわけでもない、え、こういう異変か、これは、あれ、あかね、あかね、ん、なんだ、どうすればいい、なんかするのか、このままで出れない、なんか一人だけ違うやつがいるというパターン、そういうわけでも、いや、パッと見同じな感じがすっけど、頭の形、股間とか、いや、股間も手の形が違うとか、そういうことでもない、誰かが、あれ、ここさっき空いてたっけ、おっさんがそこに座ってたんだよな、本当ならこっち見ればおっさんだけ座ってるわ、あー、これさ、どっちが真実でどっちが幻なのか分かんなくなってくる、これ多分ここの間に座れってこと、座ったが、はあ、あ、別になんか見てくるわけでもなく、何なんだ、なんか変わった、何も変わってなくない、あ、開いてる、あ、これで終わりか、終わり、最後の最後でバーンとか追いかけてくるのはやめてほしいけれど、大丈夫です、はい、あ、何、あれ、もう異変終わりじゃねえの、なんでまた暗くなったし、あれ、あ、あ、ホームだ、異変ゼロ、ホームに着くんだ、へえ、あ、そう、開いた、え、これ降りていいのかな、おっさんついたけどおっさん本当になんかなんだろうな、嘘みたいな髪の毛してんな、あ、でもやっぱりなんかおっさん降りる気配ねえな、これでもまた8番出口、8番ホームってことなんだよな、きっとな、おっさん出る気配ないけれども、また行っちゃっていいのかな、こっち側に行けたりとかそういうこともない、まだ続いてっけどないね、ちょっとじゃあ降りちゃうよ、降り、あ、今もう俺動かしてない、なんかめっちゃ向こう真っ暗じゃん、あ、動かせる、あ、いなくなってる何だったんだ、怖っ、これこっち側行ける、行けそうだけど落ちたらまた戻されそうだな、これ新エンディングみたいな感じだろ多分ね、え、言ってさ、駅のホーム、まあいう、そんなあんまり乗ったことないから分かんないけどさ、なんかこんな、なんだろうな、ムーなの自販機とかさ、なんかもう少しない、自販機とかワンチャン売店とか、まあそんな大きくないホームとかだったらこういうもんなのかな、一番シンプルだよねこれ、おそらく、なんなら昔はまだ向こう側まで続いてたけれども、もうなんかあんまり使われなくなって人も全然乗らねえからっつって、車両自体もなんか減らされ、おまけにここもなんかスペースも狭められって感じになってるもんね、あー、ここも狭えな、でもあるよねたまにこういう地下鉄、すげえ怖いよなこれ、俺はあんまりそう、なんだろうな、電車に乗らないからあれなんだけれども、うちの彼女さんがね、結構その地下鉄じゃないにしても、普通のなんて言うんだろうな、路上を走る方の電車っていうのかな、そっち側に乗って毎日出勤するらしいんですね、なんでたまになんですけれども、電車、まあ、気をつけて乗ってほしいっていう意味で、電車が来る時とか何でもそうなんですけど、この一番前に立つなっつって言うんですね、うん、なるべくなら後ろに並んでてくれっつって言うんですよ、押されてなんか
駅のホームに 落とす人とかなんかいるかもしれないじゃん。だって他人だからさ、何考えてるか分かんねえからさ、なんかそういうこともあるかもしれないから、なんか気をつけてって意味でそういうふうに言ってるんですけれども、なんかあれなのかな、みんなそういうのは、そういう恐怖心はないのかい、ないのかな。あ、こんなシンプルであっていいのか。駅員さんもいねえな、閉まってるしな、なんなら。一応ドアノブはあるけど開けれない。で、あ、行きたいっていうやつだな行きたい、行きたいか。あ、なんかそういうあれか、キャッシュレスなんちゃらカードみたいな IC カードがあるわけだ。はあ、これこのままいける。右左どっちも同じだけれども、とりあえず行ってみるか。何にもねえな、こういうポスターとか何にもねえもんなんのかな。これでも8番出口なんじゃねえの。こっちは、あ、この感じあれじゃない、この感じあれだろ、これ8番出口の感じだ。本当だったらここにあの0番出口とかなんか1番出口とか書いてあった場所だよね、これ。これ曲がったら、あ、おお、あっこ、あ、もう今俺動かしてなくて、これで、あ、おっさん来たな、あ、新エンディングです。いや、素晴らしいゲームだったね。あの最後のつなげ方っていうのもすごいなんかとても美しかったし、あ、異変でヒカキンって書いてあるけど、あ、あの声のやつヒカキンさんなんだ。助けてくれ、開けてくれっつってどん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 つってやってたの、あの声ヒカキンさんだわ。そういうことか。だけどあれ、助けてくれっつってヒカキンさん助けようとしたら手がいっぱい出てきたわけだ。あれ多分さ、いろんな人のさ、妬みだとかなんだとかがさ入り混じってるさいろんなヒカキンさんを妬んでる人たちの怨念か何かが多分乗り移ってそういう声出させたんじゃねえのかな。そういう深掘りをさしてしまうんだ。で、戻ってきてしまったと。はあ、いやー、面白かったな。面白かったし、あのちゃんと怖かったちゃんと怖かったけど、まあ、やっぱり落ち着いてやればね、うん、大丈夫ですよ。言ったって僕もあの強い男の子なんで、はい。ということで、まあ、とりあえず今回はこんなところというか、まあ、異変シリーズはこれで一旦というような感じですかね。で、派生作品として、まあ、別の制作者さんだとかなんだとかいろいろと、なんだろう、あのオマージュというか、なんというかっていうような感じで、またいろんな異変だとかなんだとか異変系のゲームを作ってたりとかなんだとかするみたいなの、もし気が向いたらそういうゲームもやってみたいなっていうような感じですが、まあ、とりあえず一旦今回はここまでにさせていただきたいと思います。もしこの動画が面白いなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回も楽しみに。バイバイ。